皆様お疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回はヤフオクを使いましてファミコンの箱説明書付きのタイトルを1本購入してまいりましたので、こちらの開封とご紹介、そしてですね最後にプレイ動画をお届けしようと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、こちらのですねレターパックを開けていきたいと思います。今回買ったゲームはですね、僕が大好きなメーカーのケムコのゲームでございまして、最近ふと思ったんですけども、ケムコのゲームってなんかね地味に高いんですよね、どれも。まあこれはしょうがないんですけども、メジャーどころのメーカー以外のゲームって出回りの本数が少ないですから、値段ってねちょいとやっぱり上がりがちですよね。ということで、今回買いましたケムコのゲーム開けていきたいと思います。はい、ということで今回ですね僕がヤフオクで購入いたしましたのはケムコのホステージでございます。こちらはですね2100円で購入いたしました。これですねヤフオクでたまにドカッと値段が上がって4000円近くで取引されているゲームだったりとかもしますので、2100円はお得かなと思いまして、こちらですね買えて本当に良かったと思っております。どういったゲームかというとですね、以前に僕ですねスワットというゲームを、購入したんですけども、そのですねスワットを題材としましたアクションゲームって言ったらいいんですかね、そういうゲームでございます。実際にですねスワットの隊員を操作しまして、敵のですね武装ゲリラの攻撃からこう避けつつ先に進んでいくというアクションゲームなんですけども、これねめちゃくちゃ難しかった記憶しかなくて、今日後ほど遊んでみたいと思いますので、多分ねあんまり進めない気がするんですけども、こちらこうご期待ということでよろしくお願いします。ではですねこちら状態を確認していきたいと思います。はい、ではではホステージこちら見ていきたいと思います。正面ですね、正面はですねやや全体的にパラパラとカビ汚れみたいなシミが見えるんですが、どうでしょうね、僕はですね結構この辺であればもう許容範囲ですね。ただこれね出品画像では確認ができなかったんですけども、ここまでこれ値札シールの剥がし跡なのかな、これ剥がせるか後でやってみたいと思います。で、こちらもですねこれなんでしょうね、何かなんかテープ跡というか、うん、かなり激しくついていて、これも綺麗にできるかやってみましょう。はい、うん、まあただここが少しへこみはありますが、うん、このシミ汚れ、箱自体はすごくいいですよね、ピシッとしていて、うん、で裏面と裏面もねてんてんてんとカビ汚れがありますが、まあいいんじゃないでしょうか。うん、これ中綺麗ですね。で、反対側ですね、よ、反対側もすごく綺麗、開け口綺麗ですねこれね。はい、中に入っていたのがすごく綺麗なプラケースで、説明書カセットが入っておりました。では説明書を見ていきましょうか。うん、説明書もやはりこう点々とこうカビ汚れみたいなシミがついているんですが、全然こう読み込まれてない説明書で状態がすこぶる良好ですね。はい、ではカセット見ていきます。これカセットもねもうご覧の通りですごく綺麗です。裏面はですねまあちょっとだけ汚れはある程度で、うん、ただこれ、うん、いや状態いいと思います本当に。でこれ中の端子で見てわかるんですけども、もうね真っ白ですよね、この差し込み口のところが。これ全然遊ばれないで長期保管されていた感じなんですかね、すごく状態がいいですね。ではではこちらのですねこのテープ剥がし跡、あとここ少しお掃除してみたいと思います。おなじみですね100均で買いましたシール剥がし液を使いまして綺麗にしていきます。これね傷になってなければいいですね本当にね、うん、とりあえず剥がせました。ちょいとですね表面をきれいにお掃除していきます。
とりあえず正面はですねやっつけることができました。幸い傷とか破れがなかったようで、これは良かったですね。あとはですね、ここを掃除しようと思ったんですけども、これがね、もうなんか糊みたいな形で、かなりですね、この紙箱にもう癒着していまして、剥がそうとするとですね、ここの印刷面が持っていかれそうな気がしますので、ここはね、無念なんですけども、このままにしておきたいと思います。はい、ということでホステージを開封いたしました。それではこの後遊んでいきたいと思います。はい、それではホステージやっていきます。かっこいい。おお、何人乗ってんのこれ。あ、とりあえず3人でしたね。さあ来ましたね、舞台が。これ気合入ってますよね、このグラフィック。ほんとかっこいいと思う。こうやって最後ですね、狙撃ができるんですけども、ここまでいけるかなさあホステージなんですかね。ホステージ、僕ホステージ言ってたんですけど合ってるんですかね。で、モードがですね、イージー、ミドル、ハードってあるんですけども、これ確かサーチライトの数が違うんですよ。サーチライトってこう敵がこう照らすんですけども、ライトをその数が違ったはずなんですけど、ごめんなさい、説明書全然読まずに来ちゃってるんで、とりあえずじゃあイージー行きましょうね。どうしよう、トレーニングにしよう。さあマイク、そう、これね、見つかっちゃダメなんですよ。あ今やばかったですね。さあ隠れる時間がないですね、ちょっとね。そう、こういうゲームなんですけど、あー撃たれた今。あー、パタ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 。これで仲間がやられちゃうと、なんかね、グッドエンディングみたいな見えなかった気がするんですよね。スティーブ、いやー、これごめんなさい、ほんとね。え、今危ない、撃たれてますよね。ガーッといっちゃった方がいいのかな。やばいやばいやばい、あー撃たれた。いやほんと難しいな。パタパタパタ、ジャンボ、いく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 。今うまかったですね今。さあサーチライトをかわしながら一回逃げよう。あ、これで進んだのか。ジャンボ。さあこれで、いやー、やっとこの画面いけた。え、これで敵が出てくる気がしたんですけど、撃っちゃダメかな。すごい照準がブレる。撃っちゃう。あれ、ダメ、違ったのかな。あ、いた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 、あ、やべ、倒した今すごい下手くそな狙撃手。
あ、今とりあえず画面変わった。あ、なんか かっこいい。あれ嘘、これで侵入するんだ。これで、あ、むずい。どうすんのちょっと待って、めちゃくちゃむずい。うわー、なにそれ、めちゃくちゃむずいかー、また練習してリベンジです、これは。はい、ということでございまして、今回はですね、ケムコのホステージを購入いたしまして、こちらのご紹介とプレイ動画をお届けさせていただきました。まあこの状態で2100円はかなりお得かなと思います。まあちょいちょいですね、汚れがあったりですとかするんですけども、ただ箱が比較的ピシッとしていて、これはね、いい買い物ができたと思います。しかしね、ゲームはむずいありがとうございます。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。 Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。